おはようございます。27ライダーです。今日なんですが、このね、見覚えのあるマフラー、これはですね、友人のカッパライダーさんが WR250X をね、最近納車したんですが、その車両にね、もともとついていた、FMF のね、Q4、静かな方ですね。一応これがついていました。で、まあ本人はね、当初いらないということで、自分の方がもともとこれを欲しかったので、譲ってもらうことでね、自分の方に手に入りました。まあ彼の、動画見ていただくと、これをつけて走ってるシーンというのがよく見られると思うんですが、ついにね、取り替えてくれましてね、自分の手元に来ました。そうするといよいよね、自分もつけてみたくなったのでね、ちょっと今日手をかけようかと思っています。まあこれを買った理由というのは、まあ、皆さんも感じると思うんですが、WR250X ね、こちらの、純正のね、マフラー、そしてこのサイレンサー部分がなんか非常にカマキリの卵みたいな、変な形をしてました。ちょっとこれがあまり自分も音は嫌いではないんですがね、ちょっと気になっていました。まあ、この部分でね、FMF の、マフラーをつけることによって、少しね、スポーティーさ、スタイリッシュさもね、アップすると思いますのでね、取り付けてみたいと思います。ただまあ、もう本当に WR の先輩の方ばかりなのでね、よく知られてると思うんですが、本当に昔ね、よく聞いたエグザップというね、まあ、FZR とか友人が乗ってたんですが、その当時よくボディに書いてあって、一体何なのかなと思ってたんですが、こういったものの撤去であったりとか、あと AIS というね、このシステムですね、こちらの方を外さないと、車外マフラーにね、した時にアフターファイヤーなんていうものがね、こうバッバッとね、してしまうらしいので。自分もね、そういったものをちょっと調べた結果、これを外さなきゃいけない人なのでね、この辺を撤去しながら、FMF のね、Q4 マフラー、つけていきたいと思います。まあ本当に皆さんね、かなりの方がつけてて、ベタなカスタムにどん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 なってきてるんですが、非常に憧れだったんでね、チャレンジしたいと思います。そしてね、こういった AIS のキャンセル、そしてですね、エグザップキャンセル、すいません、横切りました。こういったものを、先に購入してありますので、こういったものを使いながら、まあ、自分でものをね、工夫して加工して取り付ける方もいらっしゃるんですが、まあ、こういったものでシンプルに自分はやりたかったのでね、購入しました。じゃあちょっと作業の方ね、入ってみたいと思います。失礼します。 AIS のね、反対側のね、このパイプですね、こちらの撤去外しました。こちらのね、カプラの方を外したので、 AIS のね、撤去していきます。こちらこっちですね。続いてね、外したカプラにね、こちらのキャンセルキットについていたね、めくらのね、キャップの方を挿していきます。いった形ですね。いいものがありますね。非常に助かります。それでね、めくらプレートの方ね、つきました。ミラクリナ側のね、ゴムキャップの方にしました。あとはね、このクリップでね、固定をして、こうですね、これで固定をですね、なんかちょっと過剰に長い気がしますね。ちょっと不格好ですけど、これで、キャップを OK ですね。AIS の方はこれでキャンセル完了しました。次はエグザップですね。エグザップのね、このキャップのね、ボルトの方を取って、面のカバーを外してます。非常に結構硬くなってますね。いった形ですね。あとは、この六角を緩めてワイヤーを外していくような作業です。
エグザップのね、ワイヤーの方を外しました。いよいよこの外したことによってね、この先進の技術が取れちゃったんで、まあ、今度逆に戻せるかっていう自信がなくなってきて、ちょっとブルーになってきましたが、新しいね、こちらの交換のためにね、ちょっとやっていきたいと思います。反対側ね、バッテリーの付け根の方を外してあります。まあ、こちらの方にね、これが緩んでる状態、モーターの方がね、緩んでる状態です。エグザップのね、モーターの方外れました。ワイヤーの方ですね。こんな形になります。いや、これ戻すのが難しそうですね。何年後かに戻すのがゾッとします。そしてですね、このカップラー外したところなんですが、何か他の方のね、ブログを見ると、この辺のところにこう、市販のね、10円とか5円で売ってる抵抗を対角に入れると、キャンセルのエラーのランプが消せるそうなんですけど、ちょっと自分はこれだけのね、バイクが、何か不具合出たりするとちょっと怖いので、市販のね、エグザップキャンセラーというものをね、オークションの方で買いました。まあ本当に中は実はそんなね、抵抗が1個入ってるだけなのかもしれないんですが、なんとなく後で、ね、怖いので、こちらの方カプラーを刺して、これでね、カチッと、これで一応エグザップのキャンセルは、完了になります。どうでしょうね。エグザップのね、モーターを外した後なんですが、このバッテリーをね、固定するこのゴムバンドのね、このステーなんですけど、エグザップのモーターがかなり厚みがあるので、先ほど止めていたものがこちら。で、結局撤去してしまうと厚みがなくなるので、このノーマルのね、純正のボルトをそのまま復旧しようと思うと、こちらのステーがね、ガバガバで止められなくなってしまうんですね。で、まあちょっと、自分の方は、手持ちのね、こういった、まあ、大きなワッシャーついててあんまり良くないんですが、こちらのこのぐらいのね、足の長さのもの、これがちょうどね、収まりが良さそうだったので、こちらの方に付け替えることによって、ここのね、固定ができるということですね。そのままだと、ちょっとこれが復旧できなくなりますのでね、もし交換する方いたら、こういった足の短いね、同じサイズの足の短いボルトの方ね、良いの方、よろしくお願いします。エグザップね、キャンセラーの方なんですけども、先ほどのこのステーのね、ところに、穴が開いてましたので、そちらの方に、タイラップですね、つけてですね、これで絞り込んでですね、固定しました。まあこれ、フリーにしとくとですね、すぐ下に、駆動系のね、チェーンがあったりとか、サスペンション、こういったね、よく動くものがありますので、自分の方はね、ちょっとこちらの、上の部分、ステーの、バッテリーを固定するステーのところに、こういった形で、エグザップキャンセラー固定して終わりにしたいと思います。続いてはね、いよいよ純正のね、マフラーの方を外していきたいと思います。最初はね、このカバーですね、ヒートガードを外して、あとはこことこちらですかね。これでこれを緩めて取っていきたいと思います。引っ張りのね、取り合いのこの部分ですね、付け根、センターですね。そして最後に外しました。まあこれで一応外れる予定です。一応ね、液体ガスケットの方をね、たっぷり塗って、純正の液パイです。まあ、僕の場合はサイモンバンテージ、なんていう状態。こちらの方にね、接続終わりました。こちらの方と、最後のエンドの部分ですね。ちょっとこちらの方は、化粧のね、タイプ。見た目が、純正のは六角タイプだったんですが、こういったね、化粧のステンレスのね、タイプに変更しました。どうですかね。まあ、かなりこれをつけてる方いらっしゃるんですが、
これかなり見た目もね、スタイリッシュに変わりました。まあ、ちょっと音が大きくて、結構皆さん、音大きいなっていうコメントをよく聞くんですが、まあ、これからね、少しなんとか慣れていければと思います。あとはね、カウルの方を戻して行ってみたいと思います。作業の方ね、終わりました。どうですかね、今回の工事でね、撤去したのは、摘出したのはね、こういった感じです。本当にちょっとこのマフラーはね、あんまりかっこよくないんで、かなり高価なね、高いマフラーではあるんですが、ちょっと今回、FMF の Q4 というね、こちらの方になりました。これでね、また自分の方はね、今の状態、今、ノーマルのエキパイになってますので、この状態で馬力、まあ、ノーマルからね、ノーマルのマフラーから、Q4 に変わって落ちたのか、まあ、その辺もね、おいおい馬力のチェック、そしてこれと相性のいいと言われている SP 忠雄さんのね、前回パワーチェックしたんですが、それの組み合わせでどれぐらい馬力が変わったり、トルクが変わるのか、またね、まだこの状態でフルパワー化してない、吸気系の方ね、いじってない状態なので、その辺もね、変更して馬力の方ね、皆さんがやってる、カスタムというのは、一体この WR にどんな、ね、影響を与えてるか、それをね、今後、箇所箇所でね、チェックして、パワーチェック等をね、していきたいと思います。まあ、友人のね、カッパライダーさんもね、この FMF の、マフラー、そして吸気系のね、ところのね、撤去、それだけでね、32.9 馬力と、まあ、ほぼ33馬力という馬力が出てましたんでね、乱れてね、28馬力とかに下がってる人もいる中でね、非常にいい成績だと思います。まあ、そういった感じでね、ちょっとまた今後やりたいと思いますんで、興味のある方ね、またぜひご覧ください。よろしくお願いします。Thank you.